おはようございます。本日はですね、今から、はい、先ほどはちょっと電池が切れていきなり止まったんですが、今年最初で最後の、夫婦で海水浴に行きたいなと思います。今現在が8時なんですが、もうこの朝の5時の時点で和歌山の磯の浦っていうところはもう4時の時点でもう満車やったらしいので、今からは京都の方に海水浴行きたいなと思います。あっちの方はちょっと海が綺麗なので、嫁蔵も初めて行くみたいなんで行きたいなと思います。では京都へ行きます。それではサービスエリアに来ました。これは京都になってるんかちょっと分かりませんが、どこやったっけな、分からない。なんか西って字があって、西紀かな、錦って書いてたかな。ああ書いてあったかも。はい、そこで休憩しました。で、次の映像は海になってると思います。では海で会いましょう。では到着です。次は琴引浜に来ました。こっちはちょっと海水浴は多いけどサーフィンは厳しそうやな。そしたらやっぱり八丁浜戻ります。行こうか。映ってる？それでは行きます。嫁蔵さんはこの間だいぶ前のあれやな、フリマで買った水着やな。うん。あ、そうです。拍手。それでは今日はちょっと雲来ますが、こんな感じです。じゃん。お願いします。わ、砂だらけ。我が家のキッチン。完成。ちゃんと色も違う。上がりました。今からは帰り道よりちょっと寄り道してジェラート屋さんに行きたいと思います。このたべっ子どうぶつは食堂さんが好きなおやつです。前も言ったもんな。前も言ったっけ。では今からジェラート屋さんに行きたいと思います。それではですね、嫁蔵が行きたいと言ってたジェラート屋さんに来ました。これなんていうんや、アカシアファーム、アカシアファームですかね。では行きたいなと思います。
野村牧場って書いてるけどね。ではアイスの紹介です。これがダブルジェラートの右、こっち側がきなこ、あ、黒豆きなこ、ことびきの塩、ことびきの塩からで、これがほうじ茶と牧場のミルクです。うわどうぞ。で、こっち、あ、でもどんどん溶けていってるぞ。また大丈夫、ちょっと GoPro が見えてないから。あ、濃いな、ミルクが、うん、うまっ、うん、後ろになんか農場があるって言ったもんな。うん、ほうじ茶、ほうじ茶、ほうじ茶、うん、うん、うまいわ。映ってるの？はい、それではあれから3時間ぐらい運転して無事大阪へ帰ってきました。そして今からはじゃん、ジムの風呂に入ってあとは家に帰りたいなと思います。ではジム行ってきます。行ってきます。筋トレはしません。風呂だけで行ってきます。はい、ということで、現在が7時で風呂も入ってきました。今からは、買い物行ってその後晩ご飯ですね。はい、はいはい、では買い物行ってきます。行ってきます。はい、それでですね、あれから買い物行って、無事帰宅しました。あとは、寝たいなと思いますが、目の前に今日は嫁蔵が手料理作ってくれて、ロコモコ丼とかぶり大根とかヤングコーンとか用意してくれてるので、それを食べたいなと思います。今日は撮影 NG で行きますか。そうか、美味しいねんけど撮影 NG ということでいいですかという感じなんで、ここでお別れしたいなと思います。ではですね、夫婦の海水浴動画でした。見てもらってありがとうございました。